皆に置いていかれてしもうた。真っ白いお花を探さなきゃ。どこにあるんじゃろう。真っ白いお花とはこれか。ああ、それは、おー、思い出したぞ。皆は落ちの巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。なあ、あんた、一つ頼みがあるんだ。なんだ。オラを神隠ししちゃくれないかい。なんだと。オラ、実は知ってるんだ。あんたは忍びなんだろ。坊様たちが言っていた、忍びは神隠しができるって。何故それを望む。神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なあ、お願いできねえかな。わかった。おお、ありがとう、ありがとうな。よし、少し怖いけども、それじゃあやってくんろ。
明か。野暮用は済んだか。ああ、おかげさんでな。この墓は、こいつは俺のガキの墓だ。そうか。ガキがいなくなった後、何やら急にラッパの任が面倒になってな。オチの試しだ、人さらいだ、黒笠の責務だ。この寺は何もかんも面倒くせえ。だから抜けたか。ああ。さてと、これで野暮用は済んだ。他に当てもねえし、アシナの城にでも戻るとするかね。どこだろうが、この寺よりはマシってもんだ。さてと、おかげさんで野暮用は済んだ。ぼちぼち。ああ、ところでよ、分かってるかもしれねえが、アシナは今ずいぶん気なくせえことになってる。やってくるネズミの数も尋常じゃねえ。おめえも気をつけな。さてと。